意見を言うことができる。私のおすすめは、墨田区の水族館です。ごめん、ちょっといいかな。はい、何でしょうか。君は確か水族館に詳しかったよね。はい、よく行きますが。水族館だったらどこがいいかな。そうですね。私のおすすめは、墨田区の水族館です。墨田区か。それはどうして？はい、理由は2つあります。まず1つ目の理由は900種類以上の魚が見られることです。へえ。2つ目の理由は、夜遅くまで空いていて会社の帰りにも行けることです。それはいいね。いい情報ありがとう。どういたしまして。取引先の外国人が水族館に行きたいと言っています。上司はあなたにおすすめの水族館はどこか、水族館はどこか質問しました。ごめん、ちょっといいかな。ごめん、ちょっといいかな。はい、何でしょうか。はい、何でしょうか。君は確か水族館に詳しかったよね。君は確か水族館に詳しかったよね。君は確か水族館に詳しかったよね。水族館に詳しかったよね。はい、よく行きますが。はい、よく行きますか。はい、よく行きますが。はい、よく行きますか。水族館だったらどこがいいかな。水族館だったらどこがいいかな。水族館だったらどこがいいかな。どこがいいかな。私のおすすめは墨田区の水族館です。私のおすすめは水族館の墨田区の水族館です。私のおすすめは墨田区の水族館です。私のおすすめは墨田区の水族館です。使用 personal matter 講師 public and private 私墨田区か。それはどうして？墨田区か。それはどうして？墨田区か。それはどうして？それはどうして？理由は2つあります。理由は2つあります。まず1つ目の理由は900種類以上の魚が見られることです。900種以上の魚が見られること。900種以上、種類以上の魚が見られることです。まず1つ目の理由は900種類以上の魚が見られることです。まず一つ目の理由は900種類以上の魚が見られることです。二つ目の理由は、夜遅くまで空いていて会社の帰りにも行けることです。二つ目の理由は夜遅くまで空いていて会社の帰りにも行けること、会社の帰りにも行けることです。二つ目の理由は、夜遅くまで空いていて会社の帰りにも行けることです。二つ目の理由は夜遅くまで空いていて会社の帰りにも行けることです。それはいいね。それはいいね。いい情報ありがとう。いい情報ありがとう。どういたしまして。どういたしまして。理由は二つあります。理由は二つあります。私のおすすめは墨田区の水族館です。墨田区の水族館が私のおすすめです。私のおすすめは墨田区の水族館です。墨田区の水族館が私のおすすめです。
部下から上司に話しかけたいとき、すみません、ちょっといいですか？